こんにちは、カモメ UX です。今日は久しぶりに YouTube 撮ってます。つい最近2022年の4月の21日に結構 SNS とかで話題になっていたマテリアルシンボルズっていうのを今日は紹介させていただけたらなと思います。これ何なのかっていうと、Google フォントって多分聞いたことあるかと思うんですが、そこに用意されているアイコン、前からあったんですけれども、そのマテリアルシンボルっていうものが最近ですね、ここの右の部分見ていただければいいかなと思うんですけれども、実際にすでに用意されているアイコンに対してその重さというか、なんて言うんでしょうね、細さとか太さっていうのかな、が調整を実際にできるようになったり、ここはフィルかどうかですね、だから塗りか線かみたいなところで実際にアイコンをウェブ上で確認しながら、まあ、UI を作るときに検討できる機能が登場しました。これ結構革命だと思っていて、こんな感じですね。もともと Google フォントって無料で皆さん利用できる、ライセンス的にも商用利用化だし、まあ、可変させても問題ないっていうものになっているので、なんか実際にワイヤーとかの時点でも、むしろ本番とかのリリースをする時でも使えるアイコンがたくさんこちらに揃っております。でさらに Figma の話もあるんですが、今回のこのマテリアルシンボルズっていうのを Figma のコミュニティでですね、検索をしていただくと、まあ、ちょっとやり方やりますか。コミュニティ実際行っていただいて、検索窓でマテリアルシンボルズと打って検索していただくと、プラグインのところを押すと一番上に今出てきます。7日前になってますね。でこちらクリックしていただいて、多分まだインストールされてない方は青いボタンになってると思うので、クリックしてインストールをしてください。はい。でこの Figma のプラグインを使うと、ちょっとここにアイコン革命っていうのフォルダを自分で用意しておいたんですけれども、マテリアルシンボルプラグインをこうですね、開けますとこのようにアイコンがたくさん見えます。例えばここで、あ、日本語になってますね。クローズとかにして、バツボタン欲しいなと思った時にこれ使えるんですよね。これちょっと多分真後ろとかに表示されるんで、はい、こんな感じ見えますかね。でこれを太さとかもちょっと分かりづらいんですが変えられます。見えますか。を利用しないっていうのはもったいないなっていうふうに思っているので、まあ、もしですね、なんか今後 UI 作るとき急いでやりたいなみたいな、急いで作りたいなみたいに考えている方とかは、ぜひこれ実際に使っていくといいかなと思います。今後もこういう動画をちょっと配信できるように頑張るので、よろしくお願いします。もしこの情報がいいなと思ったら、いいねボタンとフォローボタンよろしくお願いします。バイバーイ。